ということで今日も一日皆様お疲れ様でした。ということで、この後はぜひラジオを聞きながら、眠ってください皆さん。ではいい夢を。グッナイ。切っちゃうよ、本当に切っちゃうよ。じゃあ皆さんおやすみなさーい。じゃあね、ごめんね途中で切れちゃってごめんなさーい。でも電波が悪いんです、接続が急に切れましたって出たんで、すいませんね。じゃあおやすみなさい、また会いましょう。明日舞台頑張りますので、当日券も出ますので、ぜひ紀伊国屋サザンシアター高島屋に来てください。待ってまーす。じゃあ、縦の練習ね、よろしくお願いします。そうそう、縦の練習の日決めような。うん、外でするかって話してるんでね。外でするか中でするかな。そう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 、中で飛んのね、むずいよね、屋根がね、僕がね、うん、大きいから。そう、あなた槍でしょ、うん、だから、ね、うん、場所選ぶんですわ。そう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 。そういうことなんだよ。3日後もお伝えください皆さん。お待ちしてます。はい、じゃあねー。これって今度自分で消せんの？うん、これかな。これでも消せんのか。バイバイ。ああ、いい日なんだ。いや、こんちゃんはね、この後きっとDVD をたくさん復習して、体作りをして、いろいろ真面目な子なんで、うちのすごい本当に真面目な後輩です。まあでもですね、ここの今度いいようになったから言うけど、ほんまに近藤にはいろんな姿やってもらおうと思うから。本当です。ぜひ近藤のファンの旗はもうね、楽しんでもらえるようにお待ちしております。あ、罰をしたらいいのか。ということで、ありがとうございました。おやすみなさーい。皆様、良い日曜のサンデーナイトをお過ごしください。じゃあ、またねー。ありがとう。39分切り悪いから40分切ろう。ずっと手振っとこう。ありがとう。さらば、さらば、サラマンダー。バイバーイ、バイバーイ、バイバーイ、お疲れーション、お疲れーション。はい、おやすみなさーい。来ました。こんにちは。こんにちは。今来たの？いいよ。バイバイ。じゃあみんな、明日から一週間頑張ってね。うん。5日頑張るんだよ。一週間頑張ったら、また一週間。そうやって生きていこう。なかなか40分ならないね。あ、今来ましたよって。和歌71103。もう終わっちゃった。ごめんね。あ、40分なった。